はい、今回はスイッチのドックを拡張するものをですね、まあちょっと発売から時が経ったのか安くなっていたので購入してしまいました。まあ最大の理由はですね、駐車場から車を出すために1000円以上買わないと別途金が取られちゃうので、ケチケチ根性が出てしまってこのようなものを買った次第なんですが、ちょうどスイッチドックに飽きてきた頃ですのでね、いいかなと思いました。ちなみに1000円でしたね。おそらく2000円相当で売ってるんですが、もう発売から1年以上経過しているようで安くなっちゃっていましたね。任天堂ライセンス商品ではありません。まずは USB ハブドックスタンドですね。まあ似たようなコンセプトのものがホディから出ていますが、こちらはドックの USB を拡張するものですね。基本はですね、バスパワーになっていますので特に AC アダプター必要はありませんが、電力が足りなくなった場合はセルフパワーというんでしょうか、コンセントからマイクロ USB 経由でパワーをいただきます。ではですね、ちょっと開けてみたいと思います。さすがにね、ずいぶん棚に並んでいたんでしょうか、パッケージもボコボコになってますね。ではオープンと、あ、シールが貼ってありましたね。オープンです。まあ、ちょっとね、ネット上で調べるとスイッチのアップデートの時に不具合が出たとか問題があったようなことも書かれていましたが、どうでしょうかね。シンプルですね、非常にシンプル。こいつだけです。ここに4つのねポートが並んでいますが、前面に来るのでちょっと便利かなと思います。あ、ここにねセルフパワーのマイクロ USB コネクタ端子があります。まあこんな感じで、あ、ちょっと充電されないなとかコントローラーの効きが悪いなと思った場合は、ここにねこんな感じで挿してあげると USB ポートに電力が供給されます。まあこれ一つドーンと入っていました。ではスイッチドックですか、スイッチドックをこの上に乗っけてみたいと思います。まあおなじみのねスイッチドックです。まあかもなく不可もなく通常の使用には問題ないんですが、 USB ポート全部で3つついてますんでね、そんなに不足することってないと思いますが、スイッチドック純正はですね USB ポートが横にあるため抜き差しがちょっと面倒いんですよね。はい、こんな感じで刺さりました。非常になんか一体感がありますね。しっかり入ったのにはここにちゃんとゴム足がですねちゃんとついていてフィットします。非常にがっちり入ります。こんな感じで持ち上げてもすっこ抜けません。でどちらのポートでもいいんですが、このように挿すことによって4つの USB ポートが拡張されます。まあちょっとフルに使うと電力不足になりそうですが、まあそれはね後ろの AC アダプターで電力を補うことができます。まあなかなか一体感あるんじゃないかなと思いますが、こんな感じでね挿してあげると、うん、まあ悪くはないと。ちょうどね自分スイッチのジョイコンつけたまま挿すことが多いので USB ポートが前面にあるのは助かるかなと思います。でもう一つこちらクーリングファンターボというものもですね一緒に安くなっていたので、まあせっかくここまで来たら拡張しちゃえということで購入してきました。まあ一体型デザイン、ホコリキャップ付属などなど、どうでしょうかね。スイッチドックの後ろ側にくっつけることによってまあスイッチのね熱くなるものを多少なりとも防いでくれるのか何なのか効果のほどはちょっとまだすぐには分かりませんがね、もう随分スイッチ使ってきちゃったんで
どうでしょう、今更つけても間に合うんでしょうか。少し自分のスイッチ反り返っちゃってるんですけど では、ファンが3つついてますね。一応静音設計と書いてありますが、静かなんでしょうか。まあ何の変哲もないファン3つと電力を供給するための USB ケーブルがついてるものですね。ではこのスイッチドック、まあちょっと拡張してありますけども、この裏側のね、ここちょっと空いてるんですね。あんまり裏を見てなかったので忘れていましたが、ちょうどこの部分にスポッとはめ込むんだと思います。こうかな、いやケーブルの関係上逆ですね、こっち向き。ちょうどこのなんか空いたスペースにポコッと、あ、入った。入りました。あ、結構一体感あるな。妙にこうね、両面テープでくっつけちゃったりするわけでもなく、いいですね。あ、スイッチもついてます。スイッチあります。なるほど。2段階のファンの強さ、可能ですね。ここにつけちゃうと、こいつが入んないか。ここだと、干渉しちゃいますね。必然的にこのような感じになっちゃうかな。おお、なんかドックがかっちょよくなりました。ちょっとここ隙間があるな。ギュッと。もうなかなかこう、もともとこうなってたんじゃないかというぐらいな一体感。ライセンス商品ではありませんが、思ったよりもかっこいいですね。で、こちらが例のスポンジで、こいつをですね、しっかりと、この部分ですね、ここに取り付けないとですね、まあせっかくの冷やす効果がなくなってしまうと、まあ説明書には書いてあります。ちなみに今映ってる差し方は逆ですね。逆です。後ほど直しておきます。では2つのね、周辺機器をつけたドック見てみますが、こんな感じのデザインになって、なかなかね、パッと見は悪くはないかなと。ちょっとケーブルが2本出ているのが気にはなりますが、まあ移動させるものではないので、多少ケーブルが出ていても問題ないかなと。何よりもこう下がね広くなっていますので、安定性が増してますね。ひっくり返る感じはしませんね。そして裏側のデザインですが、まあこんな感じでね、まあ何でしょう、ドックにぴったりしているサイズですので、なんかこうしっくりきた感じになっていて、もともとついていたんじゃないかと言われても遜色ない感じがします。ではですね、ちょっとこのファンの音の大きさを聞いてみましょう。今ノーマルですね。今度ターボ。全く無音状態でファンを回すと音はしますけども、実際はね、ゲームのサウンドが鳴っていますので、かなり静かなファンを使っていると思います。まあ仕組みとしてはこの3つのファンでね、スイッチ本体に空気を送り込んでスイッチを冷やすようです。まずはマウスですね。まあこんな感じで普通に動かすことができます。ただし対応ソフトのみですので、全てのソフトでマウスが使えるようになるわけではないということなんですが、まあ対応ソフトであれば普通にね、こんな感じでマウスの操作やくるくる回転させるのも OK ですね。まあマウスぐらいなら全然ね、セルフパワーで動いてしまうと思います。次はキーボードですね。例のハブスタンドから電力をもらって光っていますので大丈夫そうですね。ちゃんとキー入力できます。まあキーボードもそんなにね、ただこのように光っていたりとか
電気を食うタイプだと、まあ場合によって動かないとかあると思います。次はゲームキューブのコントローラーですが、こちらはですね、直接つながっているのではなくて GC コン接続タップ経由ですが、問題なく動きますね。もう一つ、こちらは USB ポートから直接出てきている、まあ、GC コンもどきですが、こんな感じでね、直接つながってます。まあこちらも普通に使えますということですね。こちらの有線 LAN も対応していますので、まあ存分に拡張ポート使ってあげることができると思います。ハンドルコントローラーもいけました。はい、いかがだったでしょうか。まあね、この USB を4つに拡張するものと、後ろ側にねファンをつけて強制冷却をするものですね。あ、先ほど言ったこのねスポンジみたいな、このように刺すのが正解ですね。まあ先ほども言いましたが、駐車券をね押す必要があるため、まあ購入したわけですが、思ったよりもなかなか良いものじゃないですかといった感じはします。もうだいぶね時が経ってるので、なかなかお店にないのかもしれません。まあ個人的には満足したかっこよさ。ではまた。